Oh, hey. There's Kaito, but he's looking a bit strange. Hang on. Kaito's there. Maybe I can go here? Oh, whoops. It's always a shadow. So weird because they automatically put me back on the map instead of me doing it manually. Oh! Okay, I just totally skipped Kaito again. Takuma! Kyouju ga iru yo! Maboroshi o miserarete iru no ka? Chigau! Watashi wa misutete nado! Watashi wa! Kyouju! Shikkari shite kudasai! Kyouju!大丈夫大丈夫だ。すまない、取り乱した。幻を見ていた。いや、幻というには作為的な内容だった。あれは幻ではない、意図して作り出されたものだ。苦しめ弱らせることが目的なのか、 心を追い詰め、しかし壊さないようにしている。子供たちだけでなく、私にも見せようとしたのは、その理由は。 I find that interesting that he is the real person and not an illusion that we ran into. Like, everyone else got, like, hidden somewhere, and they had their own Digimon partners. The professor is just an old guy, and he's, like, still standing here. The professor seems composed, but a bit frail too. He must be exhausted. Is he pondering this to calm himself down? Or is all this thinking making things worse? Maybe I should stop him? What should I do for him? Watch and wait, tell him to chill, hear him out. Huh. What should I do for him? Well, let's watch and wait. He must be trying to calm himself down in his own way. I'll wait and see. 私は敵にとってはいらない邪魔なだけの存在だと思っていた。だがそれなら、私を図書館に入れず分断した時に排除すればいい。 敵はそうはしなかった。つまり、私も生贄たり得るのか。それとも、もっと別の理由が。教授。拓磨君、君にはすでに少し話しているが、みゆきが私の姉であること、春が昔の私の姿をしていること、私は今まで、それらが元の世界に戻るために、 必要のない情報だと。むしろみんなに余計な気苦労をかけるだけだと思い込み、言葉を濁してきた。 Digimon said it himself, that calling out to Miyuki is a stopgap measure at best. Sooner or later, we'll have to defeat her. If that's true, then the knowledge that their siblings would cause everyone to hesitate. だが、その思い込みは間違っているかもしれない。レナモンの像を
レナモンが主についたこともおそらく私の過去と関わりがある。全てを救う鍵がミユキであるならば、私の事情ももう無関係でいられるはずがなかったんだ。だから無事にこの図書館を脱出できたら、全てをみんなに打ち明けようと思う。私について、私の姉について、最初から全てを。教授、思い出せたんですね。ああ、そうだ。今まで黙っていてくれてありがとう。そして、すまなかった。まずは全員で拠点まで無事に戻ろう。わかりました。そのためにも捜索を手伝ってください。まだ見つかっていない人がいるんです。ああ、わかった。全力を尽くそう。役に立てたならよかったよ。みんなが無事で安心した。この後はどうするの？全員と合流したら、扉か窓を破って一度この建物を出よう。罠の中じゃ調べ物なんてできないよ。まずはここから逃げ出すことを考えるんだ。お前たち人間はまたそうやって逃げるのか？レナモン、待ち伏せていたのか。このまま逃がしては捕らえた意味もないだろう。無駄な抵抗はやめて、早く生贄になってしまえ。待てよレナモン、お前の目的を教えろ。ミノル、お前はミユキを救いたいはず。ミユキが主に捕らわれた状態では困るはずだ。なのになぜ主に加担する？主からミユキを救いたくないのか？呆れるばかりだ。君たちは本当に同じことしか聞かないな。そのしつこさに免じて教えてあげるよ。全てはミユキを救うためだ。ミユキを救う？主から取り戻すってことか？そのためにこの子たちを身代わりにするつもりか？身代わりって悪魔たちとミユキを交換するってこと？主は生贄を欲してる。多くの生贄を食らって初めて主の世界は広がるんだ。私は主の手足となってお前たちを連れていく。その代わりにミユキを返してもらう。主がミコを返すはずがない。君は騙されている。だからといってミユキを、私の運命の子供を見殺しにはできない。運命の子供？じゃあレナモンにとってのミユキは僕にとってのタクマなの？そうだ。お前たちの世界の時間で数十年前、多くの子供たちがお前たちと同じようにこの世界へ迷い込んだ。その中にいた二人の子供、水瀬美雪と水瀬秋春。水瀬秋春。I'm fairly sure this is all the same. I just can't skip it, but oh well. Here we are. 美雪ちゃんの弟の秋春。春くん。お前のことだ。水瀬秋春教授、いや春は。じゃあみゆきって教授のお姉さん？いくらこっちとあっちで時間の流れが違うって言っても、教授とみゆきじゃ年がおかしいだろ。みゆきは特別だからな。時の流れに置き去りにされているんだ。みゆきは水瀬の巫女だ。
世界と世界をつなぐ歌を操ることができる。みゆきはその力で、神秘の歌で、秋春、お前だけを元の世界に戻したんだ。じゃあ、教授はこの世界に来るのが二度目だってことか？そうだ、レナモン。ここで見たお前の幻が教えてくれた。私の記憶の蓋、真実を隠す恐怖、あの悪趣味な幻は全てを取り払った。私はみゆき姉さんを置いて元の世界に戻り、そしてこの世界で感じた恐怖ごと記憶に蓋をしてしまったんだ。お前を逃がしたせいでみゆきは主に捕らえられ、魂の半分を奪われた。その影響か、私が生き残った仲間を解き伏せ、みゆきを奪還した時には彼女は自我を半ば失っていた。お前の身勝手な保身のせいでみゆきはこの世界に置き去りにされた。主に取り込まれ、正しく年を取ることも心を動かされることもなくなった。ハル、お前は自分だけおめおめと元の世界に帰り、置き去りにされたみゆきを見捨てたんだ。みゆきはお前を救うために心を壊されて傷ついたのに、なのにそんな状態でも彼女は弟を待ち続けていたんだ。弟はきっと来てくれる。みゆきはそう信じていた。そう思わないと本当に壊れてしまうから。So where were you in all this, Renamon? What did you do? だから私はこの姿で彼女を支え続けた。お前がみゆきのそばにいた頃の姿で、私はずっとお前の影帽子でいたんだ。お前がこんな老いぼれになるまで、ずっとずっと一人で彼女を助け守ってきたんだ。レナモン、すまなかった。それは償いきれないほどの大きな罪だ。そうだ、贖えない罪の行き着く先は死だ。お前たちは全員主の生贄になってもらう。待ってくれ、タクマ君たちはこの話に関係がない。あるさ、ミユキを取り戻すための交換材料だ。私の目的は復讐ではない。だが結果としてお前たちは死なねばならない。しかし私にとってお前の姿を撮り続けることがどれだけ屈辱的か分かっていれば、私の意志が固いことも分かるはずだ。残念だけど私たちだって簡単に犠牲になるわけにはいかないの。サキ、私たちだって仲間には死んでほしくない。フローラモンと一緒に生きたいの。あなたの苦しみを分かるわ。自分だったらって考えたらたまらなくなる。でもそのために私の大事な先を奪わせるわけにはいかないわ。レナモン、僕には主がミコを解放するなんてどうしても思えない。ミユキを取り戻すためにすべきなのは生贄を捧げることなのか。本当にみゆきを取り戻したいのなら僕たちで声を届けるべきだ。私たちの声はきっとみゆきに届く。だからレナモン、黙れ。レナモン、認めない。私ではなくお前たちの声ばかりがみゆきに届くなど認めない。おとなしく彼女のために逃げとなれ。それがお前たちにできるたった一つの償いだ。はあ。Kaito, hey! Kaito! Kanojo no tame da? Ikenie da? Damatte kiite ryo. Kudarane koto o berabera to. Oh, this is getting interesting now. Temee ra ga jibun no tame ni tanin kara ubatta mono no ookisa, omosa, omoi shirasete yaru! Maybe this will actually get Kaito to, like, realize that he's been going about it wrong, but...I don't know. やれ、ドラクモン、あいつを殺せ。 Okay. 仕方ね。
Wakatta yo. Yatte yaru. Are we really gonna kill her though? Dame da yo, Kaito. Hitori de tsukkonja abunai yo. Boku tachi mo ikou. Kaito o engu suru nda. Namotte miseru. Iku zo. Are we giving each other high fives now? Amai zare goto wa mou owari da. Renamon must have attained all those forms for those many years that Miyuki was stuck in the digital world. It makes sense to me. Okay, sure. Dumb bookcase.何やってるんだよお前ら。さっさとあいつをズタズタにしてやれ。カイト、落ち着けて。冷静に戦わなきゃ勝てる戦いも勝てなくなる。余裕ぶってんじゃねえよ。てめえも所詮他人事だと思ってんだろ。カイト、ミュウの恨みを晴らしてやれ。ミュウを奪ったやつら全員地獄へ落としてやる。 OK。 レナモン、僕たちの勝ちだ。まだだ、まだ。もうやめて、これ以上は無理よ。まだ私は負けていない。負けていない。助けるから。必ず私が。黙れ、今とどめを刺してやる。待ってくれ、カイト君。どけ。君の怒りはもっともだ。だが少しでいい、話をさせてくれ。だと。やめてくれカイト、もう決着はついたじゃないか。これ以上痛めつける必要なんてない。傷つけ合わなくていいんだよ。そうか、お前もか、カイト。レナモン、
君とみゆきの間に強い絆があるのは分かっている。私は君からみゆきを奪ったりはしない。嘘だ。だってお前はみゆきを見捨てて。嘘などつくものか。私は感謝しているのだ。君が辛い思いをしたことはよく分かった。私の存在が君をどれだけ苦しめたかも、どれだけ私を恨んでもらっても構わない。しかし今は協力してほしい。主の言葉を信じたところで君に待つのはさらなる忍耐の日々だけだろうから。何を言う。私は君にこれ以上の苦しみを与えたくない。そしてみゆきにも。だからお前がみゆきを語るなと。主が約束を守る保証などない。賢い君なら分かっているはずだ。それでも約束にすがってしまったのは他に方法がなかったからなのだろう。だがそもそも最初にみゆきを脅かしたのは主だ。そして今度は君が主に騙され苦しめられたと知ったら。その時一番悲しむのはみゆきだよな。レナモン、姉さんを、みゆきを主の手から取り戻そう。あの日私たちがするべきだったことを今成し遂げるんだ。はる。私は。おお、やはり。Hello。誰？It's Miyuki. やはり思い出だ。下の頃アリス、お前もまた力なきただの獣であったか。ミユキ、いや主、違う。これはミユキちゃんの後ろに敵がたくさん。愚かなりし裏切り者に天誅を。みゆき、もうそこにはいないのか。みゆき、お前が寄り添っていた時とは違う。巫女の魂は我が内に沈んだ。いくら訴えかけたとて声なぞ届くはずもない。じゃあやっぱりお前は獣ごときの言葉に応じる必要などあるまい。騙したのか私を。ああ、レナモン、耳を貸しちゃダメだ。みゆきはあの城で教授の声に応えた。みゆきの魂はまだきっと主のそばにある。みゆき、我が運命の子供、私の声を聞いてくれ。すでに我が手中にあり。違う。みゆきはお前のものなんかじゃない。あの笑顔も歌声も優しい心もお前なんかのおもちゃにしていいものじゃないんだ。みゆきを離せ。これは
そうだ、レナモン、私たちの思いを力に変えてくれ。レナモン、ワープ進化。力は満ちました。昨夜も went straight to Mega without even needing, well, I guess it's the power that Miyuki has for everyone, huh? All right.取り戻せなかった。でも分かったよ。みゆきはまだ主の中にいる。言葉も声もやっぱり届くんだ。 Where's a positive spin? 声が届く。そうだ、ああ、私の声も届いた。レナモン、すまなかった。辛い思いをさせてしまった。そしてありがとう、姉さんに寄り添ってくれていて。みゆきは他の人間とは違う特別な力を持っている。巫女の力ってやつか。そうだ、生贄にはならない代わりに力を震える。ヒガの世界をつなぐ扉を開ける力、それがあるから主はミユキに執着しているんだ。主の目的はミユキの力で扉を開いて何をする気なんだ。復讐だ。人間の世界に攻め込む気なんだ。この世界が霧に飲まれ壊れ始めているのも主の目的と関係しているのかもしれない。主の目的を阻止しないと私たちが帰れないだけじゃなくて、両方の世界が霧に飲み込まれてしまう、そういうことよね。私は主からミユキを助け出したい。レナモン、僕たちの目的は同じだ。ジジモンさんは最後にはみゆきちゃんを倒すしかないって言っていたわ。だとしても私たちだってみゆきちゃんを助け出すためにギリギリまで考えたい。そうだよ、だって私たちの声はみゆきちゃんにちゃんと届くんだよ。さっき実際に届いたじゃない。だからきっとこれからもみんなの気持ちは届くって。みゆきちゃんに声を届け続けられたら、それでみゆきちゃんが自分を取り戻せるなら、うん、やるだけやってみようよ。助けられた方がみんな
番ハッピーだもんね。お前たち、お前もっと俺たちを頼れよ。ハルとしてだったけど一緒に過ごした仲間だろ。共に行こう、レナモン。僕たちでミユキと世界を救おう。All right, welcome to the team, Renamon. All right, Kaito, how are you feeling about this? それじゃあみんな、一度校舎に戻って疲れを回復しよう。ちびっ子たちの様子も見たいしな。ねえ、待って。カイト君とドラクモンはどこ？さっきまで近くにいたはずなのに。え？あれ？カイト？ねえ、この状況でカイトがいないってちょっとヤバくない？ She's right. I don't like this at all. カイト君、聞こえたら返事を。ねえ、カイト君、ドラクモン、どこ？レナモン、カイトの行方はわからないか？すまない。それがわからないんだ。確かにここへカイトを連れてきたのは私だ。幻を見せたの。その幻にヒントがあるかもしれないわ。一体カイトに何を見せたの？具体的にはわからない。ある程度なら予想がつくが、幻は見る者の心によって変わるんだ。そのものが今最も辛く苦しいと感じている記憶が元となる。私はカイトに復讐をそそのかし呼び出した。ならカイトの見た幻は当然。このまま放っておいてカイトの心が復讐に取り憑かれちゃったら。 Sorry about that. No doubt about it. It had to be about Miu. 主につけ込まれるかも。うん、それ以前にドラクモンが危ないよ。ああ、ドラクモンがロップモンのように邪悪な進化を遂げてしまう可能性すらある。Foreshadowing。 手分けしてカイトを探そう。急がないと手遅れになる。ふざけた野郎だ。だがあいつはいいことを教えてくれた。いいこと？復讐って言葉だ。 What? Killing everyone? 待てカイト、何を考えている？てめえならわかるだろうな。俺とてめえは絆で結ばれてるんだろう。カイト。俺からミュウを奪った奴ら、ミュウを助けなかった奴ら、そいつらが悪いんだ。俺がそれを分からせてやらないといけない。 Okay, so he's basically defected to his own side. Cool, alright.We're gonna fight Kaito. Miu, お前を苦しめた奴らは俺が懲らしめてやるからな。一人残らず、全員俺がこの手で。There's that evil villain laugh. So corny now, honestly. Well, okay, that was part 10 of the Harmony Route. Oh, more of this. Okay. Well, from the sound of it,
We are probably going to have to take down Kaito in order to restore or maintain harmony. So, I suspect that Kaito's probably going to die too. Or we save him, but he's going to have to live with his sin of revenge. If he does kill any one of us, that is. I mean, it sounds interesting. It seemed like it was going towards, like, the same thing with Miyuki, but now we're, like, dealing with Kaito, too. So, there's that. He's probably not gonna team up with the Master, but have his own thing. Which is kind of exciting, I guess. But we'll find out more next time. So, thanks for watching, everyone, and see you soon for more Digimon Survive. Take care.